ずいぶん歩いてきたけど、全然遊園地には着かないな。昨日上から見た時はもっと近くに見えたのにな。つーか、本当にこっちで合ってんのかね。僕が間違ってると言いたいのか。そんな風には言ってないですよ。でも万が一ってこともありますし。森の中は方角がつかみづらいのも事実だしな。僕、他に道がないか見てこようか。そんなことをしてはぐれたりしたら二度手間になるじゃないか。そうだよ。ああ、ダメ。私、ちょっと疲れてきた。サキさん、大丈夫？ちょっと休憩する？んな時間はねえ。とっとと先に進まねえと。このペースだとあっという間に暗くなっちまうかもしれないしな。ごめんなさい、僕とお姉ちゃんが歩くのが遅いから。ごめんなさい。二人のせいじゃないよ。みんなも少し疲れてきてると思うし。そうよ、カイトもドラクモンももう少し考えてよ。すまん。んなこと言ったってよ。ねえタクマ、本当にこのまま歩いてっていいのかな。そう言われると僕もちょっと不安になってきたかも。一度別の道がないかどうか引き返して探してみるのも手だと思うな。いや、それは反対だ。むやみに歩けばますます方角がわからなくなる可能性が高い。でもこのまま歩いていって遊園地に着けなかったら。いや、こっちで合ってるはずだ。なんでわかるんだよ。勘だ。言い切れるってすげえよ。逆にこうして無駄話をしている方が、まず歩くペースは少し落としつつ。へいへい、わかりましたよっと。修二さん、なんだか苛立ってるみたいだから、あんまり余計なこと言うなよ。だな。まだ遊園地なんて全然見えてこねえじゃんかよ。面白いものとかないかな。ねえ、ちょっとさすがにそろそろ限界来てるかも。サキさん、顔色が悪い。サキ、私に捕まって。さすがに休憩した方がいいんじゃないかしら。うむ、この先もまだ長いかもしれないことを思うと適度な休息は必要不可欠かもしれん。つっても先頭を切ってるあの二人がな。黙って歩け。修二さん、そんな言い方しなくても。そうっすよ、みんなもう疲れがピークなんだし。休むのは遊園地に着いてからと思っていたが。
やっぱり一度休憩にしましょうよ。その方がいいかもな。ってカイトが言うなんて珍しいな。あれを見ちまうとな。お姉ちゃん寝ちゃった？完全に船こいでんな。確かにあれじゃ進むぞとは言えないね。はあ、分かった。それじゃあ幸いこの辺りには例の霧は出てないようだしな。うん、あれの怖い感じはしないよ。カイトも文句はないな。ねえよ。あ、やっと休める。サキ大丈夫？みゆきちゃんとハルくんもこっちで一緒に休憩しましょう。うん。しちゃったかしら。いや、目を閉じたまま歩いてるな。よっぽど疲れさせちまったみてえだな。幼い二人にはさすがに過酷すぎる道のりだっただろうか。かもな。でも置いてくわけにはいかなかったし。過酷といえばあっちもみたいだけど。ロップモンのこと？修二、ごめんね。僕、また…いいから黙って休んでろ。次は遊園地まで休みなしだからな。
おい、そろそろ行くぞ。え、もう？ついさっきここに着いたばっかりじゃない？十分き遊園地まではまだ距離があるみてえだし、ここでちんたらしてる場合じゃねえんだ。カイトの言う通りだぜ。こんなペースじゃ。当たり前のことをいちいち言うな。どうして修二はいつも言葉がチクチクしてるんだろう。心に余裕がない証なのだろうが、ロップもあまり気にしすぎるなよ。修二さん、みんな体力も戻ってきたみたいだし、カイトの言う通り、そろそろ出発しましょう。もたもたしてると、ミュウがどうなるかわかんねえんだからな。そんなこと、言われずともわかってる。みんな、先へ進むぞ。見えてきたぞ。
長い道のりだった。なるほど、あの木々の向こうに見える建物が遊園地というものなのか。あんなに大きな建物、僕見たことない。あそこにミュウが。待ってろよミュウ。たくまたくま、僕が昨日見た大きな輪っかもあるよ。あれは観覧車って言うんだよ。なんだかカラフルな建物がいっぱいなのね。見てるだけで楽しくなっちゃうのが遊園地なのよね。君たちはしゃいでる場合じゃないだろう、こんな時に。すいません。チェ、ちょっとくらいいいと思ったんだ。ミノルくん、カイト。待ってろよ。カイト、焦ってんだろうが、ちょっと落ち着いとけよ。視野が狭くなるといざって時危ねえからな。ミノル、お前はカイトとは逆にもう少し集中すべきだな。まったく、ミノルよりもハルとミユキの方がよっぽどお利口さんね。お姉ちゃん、もうすぐ遊園地だよ。もうすぐ。面目ない。とにかくあともう少しで到着だな。中にどんな奴がいるかわからないし、慎重に行こう。校舎と比べたら全然綺麗なものよね。ロープウェイを見た時も驚いたけれど、なんだか不思議な感じがするわね。なんだろう、ちょっと怖いわよね。え、どうしてどうして。遊園地って怖いところなの。いや、遊園地そのものが怖いわけじゃないんだよ。ただこうやって見るとちょっと不気味っていうか。まあね、子供の笑い声もない無人の遊園地なんて。無理はしなくていいんだぞ、ここは俺が様子を。いや、俺が一番に入るね。それ おいミノル。よかったな、チケット代は払わなくていいみたいな。まったく、慎重に行動すべきだというのに。なんだよ、これくらいどってことな。それでこれからどうしたらいいかしら。あら、葵、目的はミユを探すことでしょ。ええ、それはもちろんそうだけど、この中のどこにいるかも見当がつかないから。なもん、片っ端から探すしかねえだろ。違いねえけど、ちと効率が悪くねえか。とにかく中は広そうだし、手分けして探そうか。賛成。僕はタクマと。じゃあ僕も。いや、ばらけてはまた何があるかわからない。戦いになった時も戦力は分散させない方がいい。そうか、そうだね。とにかく全員一丸となって動こう。僕はThank you.
必ず僕たちみんなで一緒に元の世界に帰るんだ。はーい、わかりました。ちっ、まどろっこしいけど全員で固まっとかねえと危ないしな。修二さん、すっかり印刷の先生みたいね。よし、それじゃあな。こら、お前たち。うわ、侵入者め。ここから先へは通さないんだから。なんだ、新しい化け物の割には、なんていうか、ちっこ。かわいい。あ、葵？あ、違うのよ、違うの。今のはちょっと、うっかり言っちゃった。で、何なんだてめえらは。邪魔するつもりなら容赦はしねえぞ。お前たちは悪者だな。女王様の命令で排除する。ここから出て行って。悪者とか女王様とかは何の話？全然わかんない。しらばっくれてもダメだからな。待ってよ、僕たちは悪者なんかじゃないよ。だってお前たちは子供をさらう悪いモンスターって聞いてるよ。悪いモンスターをここに入れるわけにはいかないのよ。人さらいはすぐに出てけ。僕たちはそんなことし、一体何がどうなって。僕らが子供、俺たちはアルケニモンってやつにさらわれた子を探してここに来たんだ。ミュウって言うんだ。見なかったか？アルケニモン、あのドアクトーの子。まさかここに来たのも。ついに正体を現したな。あんたたちはあいつの手下なのか。やっちまえ。いや、そうじゃなくて。ダメだ、話が噛み合わないぞ。そもそもそんなに大勢の人間の子供をさらって連れ歩いてるじゃないか、お前。さらってないよ。いや、俺さらわれてねえし、こいつらは俺たちの仲間だし。いかにも、彼らは決して怪しいものでも危害を加えるものでもない。本当？どういうこと？女王様から聞いた話と違うじゃない。どうする、どうしよう。しょうがないから。なんか始まったみたいだけど、俺たちとにかく話を聞いてくれ。うるさい、うるさい。あんな小さい子供をさらってるくせに。そうだそうだ、あっちの二人なんて怯えて固まってるよ。え、僕たち買った？って、あれは怯えて固まってるんじゃなくて、あの二人のデフォルトなの。どうしたら僕たちが子供をさらってないって信じてくれ。それを信じたら女王様が嘘つきってことになっちゃうじゃない。じゃあ嘘ついてんじゃねえの。聡明で無敵の魔法使いの女王様が嘘なんておっしゃるものか。あ、またお前、女王様に気に入られようと思って心にもないこと言って。だって気に入られないと石にされちゃうし。ああ、今のは内緒ね。石にされるって、もしかして。何それ。だとしたら女王様の方が悪者じゃん。石にされちゃうなんて怖い。待てよ、そいつ相手を石にするような力を持っているのか。そうよ、仲間の一人が石ころになったところ女王様のお力で元に戻したの。石にするも戻すも自由自在、奇跡の力の持ち主なの。ここにも
そんな厄介な化け物がいるなんて。とにかくその女王様に会わせてくれ。いやよ、お前たちに侵入されては私たちがどうなるか分かんないから。じゃあ俺たちが女王様を説得するなり、なんだったら倒してやるから、ここを通せ。それでいいだろう。僕らは大人とは言えないと思うが。なあ、もうますますわかんねえ。くそ、そんなことどうでもいい。おい、いいから早く俺たちを通す。ふん、とにかくここを通り。そういうことならもっと早くやっときゃよかったぞ。はあ、俺とカイトの得意技だからな。いや、でも冷静に話し合いましょう。そうよ、何でもかんでも戦えばいいってものじゃないわ。そんなこと言って騙そうとしてるでしょ。なんかこう獣同士でいい感じに。できればそうしたいものだが。たくま、どうしたらいいと思う？僕らが説得しても拉致が開かない。アグモン、僕にできるかな。私も手伝ってあげる。僕たちはタクマたちをさらってないし、歩き。そんな話信用でき。だって本当のことだもん。昨日だって歩けにも。え、あの悪いやつと。うん、アルケニモンは逃げたけど、アルケニモンの仲間は倒したぞ。みんなでガッツーンとね。あんなに悪いやつの仲間を倒しちゃうくらい強い。お前らもやっぱり悪者に違いないんだ。あ、くそ、もうこれ以上待てるか。強行。仕方ない、全員で突破しよう。女王様に報告よ。に、逃げてった。何だったんだ？わかんないけど。いいんじゃない？結果的に戦わずに済んだわけだし。そうね。あの子たち相手に戦うのはちょっと気が引ける。まあな。だがほっといていいのか？あいつら女王様ってのに。確かに。気にならないわけじゃん。あんな変な奴らに構ってる場合じゃねえ。とっとと。わかった。おお、なんか広いとこに出たぞ。中央広場とかそういう感じかな。ってことはここが敷地のど真ん中ってとこ。位置関係が分かりづらいな。地図でもあればよかったんだが。元の世界の遊園地だとさ、こういうとこでショートがやったりす。ミノル、ショートはなんだ？いろんなキャラクターが歌ったり踊ったりパレードしたりするんだよ。
着ぐるみを着たキャラクターがわーっと出てたりとかね。へえ、なんだか楽しそう。お客さんを巻き込んでいきなり物語が始まったりすることもあるんだよな。お前たち、ここからは一歩も通さないぞ。なんつってさ。ありがちだよね。それって漢字？ん？あ。お前たち、今度こそここから先は通せないぞ。覚悟しなさい。ちっ、また出やがったか。さっきは慌てて逃げてったくせにな。あれは逃げたのではない。戦略的な戦略だったのだ。である。戦略的な戦略？その言い方はおかしくはないか？表現が重複しているじゃないか。加えるつもりはないの。そうよ、さっき遊園地の入り口でも言ったでしょ。でもここまで追いかけてきたじゃない。悪者だからしつこく来たに違いないもん。え、僕たちはただ人をさ…だー、もう我慢ならねえ。おい、これ以上話しても時間の無駄だ。邪魔しようってんなら力ずくで蹴散らしてやる。怖くなんてないからな。Thank you.
いや結構怯えてるじゃん。カイト、ここ…うるせえ！タクマも邪魔すんな！え？あんなちっちゃい子たち相手に戦う気？うわぁ！こっちに来るな！負けるつもりはないけど…散々人をおちょくりやがって…覚悟…上等だ。うだうだ言ってるくらいなら。本当にやるの？そういうことなら俺も参戦するぜ、カイト。こうなったら総攻撃だ。がっかり。どうだ、参ったか。くそー、今度こそ絶対。また逃げてった。しかもご丁寧に捨て台詞まで吐いてな。口ほどにもね。ミノルくん、カイトくん、なんてこと。で、俺たち怒られてる。はあ、なんで俺らが。当たり前じゃない。あんな小さい子たちを叩いたりして、あんなのかわいそうよ。葵の言う通りだわ。いやでも向こうからうわーって襲いかかってきたわけだしな。あタクマ、え、僕に振るの？というか襲いかかってきたのも本心とは言えないかもよ。そうよね、だってきっと怖いぞ。なのにあんな風に。いや、それはあっちが。大丈夫だったかな。ちょっと泣きそうな顔してたよね。いくらなんでもあんなに弱っちい奴らだ。俺やファルコモンじゃなくてカイトが相手してやっただけマシじゃねえか。そういう問題じゃないわ。あんなの小さい子をいじめてるのと変わらないじゃない。悪かった。とにかく今後はあの子たちに邪魔されても叩いたりしちゃダメよ。分かったよ。右に同じな、タクマ。だからなんで僕に振るんだよ。よし、そんじゃこの件はもう。そろそろミウを探しに動きて。あ、うん、だけどどうやって探す？広い園内のどこにいるかもわからないのに。手分けして片っ端から当たるしかねえだろ。それはダメだ、バラバラになる。じゃあどうやって探すってんだよ。だからそれは全員で。
怪しい箇所は。いやいや修士さん、それさすがに効率悪すぎですよ。そうだよね。ただでさえ園内は広いし、建物の中も探すとなるとね。修士さん、ここはやっぱり手分けして探すことにしませんか。しかしここには正体不明の女。それはもちろん気をつけないといけないですけど、でも僕らにもアグモンたちがついてるじゃないですか。もしもの時はアグモンたちと協力して切り抜けられるって僕は信じてます。うん、僕タクマを守るよ。私だって葵を守るわ。私もよ。サキを危ない目になんて合わせないわ。俺たちは全員が同じ覚悟だ。当然だな。僕だってお前なんかに守れるわけが。修士さん、もう少しロップモンを信じてくれ。ハルとミユキちゃんはどうするんだ。あの二人はそれこそ危険じゃ。大丈夫。僕はお姉ちゃんがいれば大丈夫だから。お姉ちゃんも大丈夫でしょ。うん。ああ言ってるけどどうすんだ。わかった。ただしおのおのあまり離れすぎないよ。それから危険だと思ったら絶対に無理はしないこと。これだけは守るように。はい、もちろんです。よし、そんじゃ早速。ハル、ミユキ、二人も無理はするなよ。僕とアグモンが様子を見に行くし、何かあったらすぐ呼ぶんだ。任せて。わかった。そうするアグモン、僕らも行こう。Thank you.
俺が行こう。絶対
対に勝つんだ。ディアトリモン、さあ行こう。俺が行く。の番だね。俺が行く。デストラクションドア。ここは俺だな。Thank you.
Thank you.
RPG の王様でもいそうな部屋だな。玉座ってやつ？王様が座る場所ってことね。また君たちはそんなのんきなことを。ここに恐ろしい女王がいるかもしれないんだぞ。いや、それよりミュウだ。ミュウ、どこだ？いるんだろ？ああ、おいカイト、あんまり大声出して女王に見つかったら。なに？なんかうるさい。今の声、あの玉座にいるのってもしかして。やっぱりか。え、もしかして女王さん。そうだったの？僕全然気づかなかった。そこは他にいないでしょ。私もちょっとおかしいなとは思ってたかも。ええ、私もよ。女王様が女の子だって聞いた時から。うむ、この目で見るまで信じがたかったな。みんな気づいてたんか。当然俺も最初から分かってたぜ。いや、ドラクモンは絶対気づいてなかっただろう。女王というやつがとんでもない化け物じゃなかったならそれでいい。ちょっと何を勝手に入ってきて。ミュウ、よかった、無事だったんだな。よかった、本当によかった。当然だ。さあ一緒に行こう。こんなところに一人でいても危険だ。一人じゃないし、みんないるし。みんなって、もしかしてあの小さい奴らのこと。そういえばあの子たちは女王様の配下だって。ここの連中みんなうちの家来なんだよ。あ、シャコモンは別ね。うちのマブダチだし。家来、だからシャコモンは別だってば。ねえシャコリーさん、はじめまして。また新しい化け物。化け物なんてひどい。シャコモンはうちの一番の理解者なんだよ。お前がミュウをそそのかしたのか。シャコモンはそんなんじゃないって。信じる。すぐこれだよ。喧嘩っ早いし乱暴だし、柄悪いしうざいし迷惑だし。いや、俺はその。大地さ、そんな知らない学校のよその連中と一緒になんていたくない。あ、僕ら。タクマたちは信用できる。悪い奴らじゃない。さあ、散々心配させやがって。おとなしく一緒に来るんだ。あまりわがまま言ってみんなを困らせるんじゃない。うわ、何よほら、もう偉そうに。お兄ちゃんなんて大嫌い。べみ、何があったんだろうな、この兄弟に。やれやれだぜ。か
いとったらいつもカッコつけてるのに妹の前じゃ肩なしじゃん。兄弟仲がどんな状態かなんて他人に分かることでもないよ。ねえ、どうするの？ミュちゃん素直についてきてくれなさそうだけど。僕もそれを考えてた。肝心のカイトはあんなだし。兄ちゃんなんかカイトのやつ、すげえ打撃受けてんのな。ミオ最強かも。だからってどうするのよ。あの子はまだ子供だ。やはりここは僕らが年上として叱るべきだろう。頭ごなしに言うのよくないんじゃない？ますます嫌がられると思うけど。それより何より気になるのはミウの危機感のなさだ。シャコモンたちがいるとはいえ一人で怖くなかったなんてちょっとすごいわよね。ここは危ない世界なのよって教えてあげるべきじゃないかしら。それよりさ、物で釣った方が早くね。相手は子供なんだし。ハルやミユキだってお菓子とおもちゃがあるって言われたら喜ぶだろ。別に。それよりお姉ちゃんと遊ぶ方がいい。いい。そうだった。この二人はこういうやつだった。もうひそひそうるさいよ。早く出てってってば。さあもうな。おい、なんかわかんねえけど、あいつなんか企んでそうだぞ。たくまくん、どうしよう。ミュウは分かってないみたいだけど、この世界は本当に危険なんだよ。だから一人でいないで僕たちと一緒に行こう。うちにはシャコモンがいるから平気って言ってるのに、どうしてうちの意見シャコモンをバカにするの？バカになんてしてないわ。私たちにだってラブラモンたちがついてるから、この子たちが頼りになることはよく知ってるもの。だったらお兄ちゃんたちと一緒に行く必要なんてないってわかるでしょ。それでも一緒にいるべきよ。シャコモンがついていたとしても危険には変わりないのよ。ミオのことは私が守るから危険な。ダメだな、危険性を全く認識していないらしい。兄ちゃんとお兄ちゃんの友達なんてすっかり嫌われたみたいだぞ。ねえねえミウ、それじゃどうするも何も、いつもいつもいつもお兄もううんざり。うちは自由でいたいの。スイッチオン。死ぬわけじゃないしさ。ミュウ、お前、何？ここからいなくなってもらうだけです。はい、ポチッ。はぁ、あ、本当に押したって。おい、うわぁ。
なんだ？お姉ちゃん、僕に捕まって。ここにいるよ、お姉ちゃん。いるよ、よかった、無事だった。他のみんなも全員ちゃんといるみたい。っていうか、遊園地のお城に。こんなわけのわからない世界なら何でもありということなのか。あるいは誰かが何か改造をしててもおかしくは。誰が？僕たちでもこんな。そう、僕に聞かれてもお前たちみたいなやつのことなんてわかるわけないだろ。そう、やれやれ。それにしてもすまん、あいつがああなったのには訳があるんだが。どんな訳だ？昔ちょっと辛い目にあってな。だから俺はミウを何が何でも守ってやるって誓ったんだ。なのに。カイトとミウちゃんがなんか抱えてるのは分かったけど、だからって過保護すぎるのも逆効果だったんじゃないかしら。そうか、俺はただ心配なだけなんだけど。そういうのされる方は息苦しかったりするのにね。さっきどうかしたの？ううん、なんでもないよ。とにかくさ、まずはこっからどうやって出るかを考えようぜ。黙ってここに留まっているわけにはいかないから。それじゃあどこかに出口がないか。わかった。